はいこんにちは2月14日です、えー、ここ数週間森さんのことがあってグローバルジェンダーギャップインデックスという言葉を聞くことが増えていませんかと日本が結構ビリの方とかどこそこの国に負けてるとかで一喜一憂することもあるかと思いますがまずこれが何なのかを説明してから、えー、寝られない時に羊を数えるよりも効果的かもしれない1位から最下位までを読み上げたいと思います。 このグローバル・ジェンダー・ギャップ・インデックスはあの世界経済フォーラムが2006年に始めたもので世界の国々の男女差を経済活動への参加教育健康政治への参加を基準に数値化したものです。でこのインデックス前回見たの私が見たのは導入された2006年のもので,で当時サウジアラビアからの学生が山のように押し寄せてきていてその時に見て もう記憶が間違えているかもしれませんが日本がサウジと同じくらいかサウジよりも下でショックを受けた記憶があります。でそして超久しぶり14年ぶりに2020年のインデックスを見てみました。 153カ国のデータで、まあ、世界には195ぐらい国が存在するはずなので約40カ国ぐらいはなぜか含まれていません。で2019年と2020年どちらもランクインしている149カ国のうち108カ国でインデックスの数字が向上しています。経済教育 健康・政治の4つの基準で一番世界的にギャップが大きいのは政治への参加なのだそうですで次が経済活動への参加で教育と健康は男女差がとても少なくなっています 2019年と2020年を比較して女性の政治参加がぐーんと上がったのはラトビアスペインとタイですが一方で世界全体を見ると世界の議会での座席を女性が占める率は25%閣僚は21%なんだそうです。 そして今回調査対象となった153カ国のうち女性が首相なり大統領なり国のリーダーになったことが一度もない国が85カ国あります経済活動については民間企業の重役の36%が女性1年で2%増加しました。 成人男性の78%が経済活動に参加しているイコール働いている一方で成人女性の55%が働いているものの賃金収入に40から50の開きがあります教育と健康についてはほとんど男女差がないものの総合的な差をなくすためにはこの14年間のペースが続くとしたらなんと257年かかるんだそうです。 1で一つずつバラバラに見ると政治の男女差をなくすのには今のペースだと世界全体で男女差がなくなるのにかかるのは94.5年一方教育の男女差は今のペースでいくとなんと12年でなくなる予定です。257年とか94.5年と聞くと、まあ、結構絶望的に感じますが健康に関しては153カ国のうち40カ国ですでに男女差がないんだそうです。 総合1位のアイスランドは11年連続で1位すべての分野の88%で男女差がなく2位のノルウェーがすべての分野の84.2%で男女差なし3位のフィンランドが 83.2%4 位のスウェーデンが82%もうとにかく北欧が強いですよね。 で西欧、西ヨーロッパの男女差なし平均が76.7%北米は72.9%と数ポイント低くてさらに中東と北アフリカの平均が60.5%ラテンアメリカとカリブ諸国の平均が72.2%東欧と中央アジアの平均が71.3% 東アジアと環太平洋の平均が68.5%サブサハラのアフリカ諸国の平均が68.2%南アジアの平均が66.1%となっています今のペースでいくと西欧で男女差がなくなるのに54年 ラテンアメリカとカリブ諸国で59年南アジアで71年サブサハラのアフリカで95年東欧と中央アジアで107年中東と北アフリカで140年北米で151年、えー、東アジアと環太平洋で163年かかる予定です。 1>, 1年の間に総合的に最も進歩したのがエチオピアスペインマリアルバニアメキシコで女性の政治進出で最も伸びたのがケープベルデマリナイジェリアシエラレオネインドネシアで今回153か国に初めて登場したのがトトリニニニダードババゴ、ザンビア、バヌアア、アヌツ、パプアニューギニアでしたここから1位から最下位までを読みますが時間のない方のために1位はアイスランド最下位はイエメン 日本は121位で前年比11位交代中国106位で前年比3位交代韓国108位で前年比7位上昇インド112位で前年比4位交代アメリカ53位で前年比2位交代となっていますでは1位から全部読みます1アイスランド2ノルウェー3フィンランド4スウェーデン5ニカラグア6ニュージーランド7アイルランド8スペイン 9、ルワンダ10、ドイツ11、ラトビア12、ナミビア13、コスタリカ14、デンマーク15、フランス16、フィリピン17、南アフリカ18、スイス19、カナダ20、アルバニア21、イギリス22、コロンビア23、モルドバ24、トリニダード・アンド・トバゴ25、メキシコ26、エストニア27、ベルギー28、バルバドス 29ベラルーシ30アルゼンチン31キューバ32ブルンジ33リトアニア34オーストリア35ポルトガル36スロバニア37ウルグアイ38オランダ39セルビア40ポーランド41ジャマイカ42ボリビア43ラオス4オーストラリア45ザンビア46パナマ 47、ジンバブエ48、エクアドル49、ブルガリア50、バングラデシュ51、ルクセンブル五52、ケープベルデ53、アメリカ54、シンガポール55、ルーマニア56、モザンピーク57、チリ58、ホンドラス59、ウクライナ60、クロアチア61、バハマ62、マダガスカル63、スロバキア 64イスラエル65ウガンダ66ペルー67ベネズエラ68タンザニア69ボズニア・ヘルツェゴミナ71北マセドニア・マセドニア71モンテネグロ72カザキスタン73ボツワナ74グルジア・ジョージア75タイ76イタリア77スリナム78チェコ 79モンゴル80エルサルバドール81ロシア82エチオピア83エスワティニ84ギリシャ85インドネシア86ドミニカ共和国87ベトナム88レソト89カンボジア90マルタ91キプロス92ブラジル93キルギス94アゼルバイジャン 95ブルネイ96カメルーン97リベリア98アルメニア99セネガル100パラグアイ101ネパール102スリランカ103フィジー104マレーシア105ハンガリー106中国107ガーナ108韓国109ケニア110ベリーズ111シエラレオネ112インド 113、11グアテマラ114、11ミャンマー115、モーリシャス116、11マラウイ117、11ティモール118、11アンゴラ119、11ベニン120、アラブ首長国連合121、12日本122、12クウェート123、モルジブ124、12チュニジア125、ギニア二十六バヌアツ 127パプアニューギニア128ナイジェリア129ブルキナファソ130トルコ131ブータン132アルジェリア133バーレーン134エジプト135カタール136ガンビア137タジキスタン138ヨルダン139マリ140トーゴ141モーリタニア142コートジボワール 143モロッコ144オマーン145レバノン146サウジアラビア147チャド148イラン149コンゴ150シリア151パキスタン152イラク153イエメンです。ですでにここまででもうなんかほとんどの方が寝てしまったかもしれませんがちょっとだけおまけです。 以前イエメンから学生、えっと、しかもすでに結構なおじさんの年齢の方が留学してきたことがありましたで今思えば亡命を前提に来たんだと思うんですけどその方がもうちょっと若い頃数年前に誘拐されたと話していてで新聞の記事まで見せてくれたことがありましたでご丁寧に英文の記事だったのでもしかしたら有名な方だったのかもしれないですでイエメンからの留学生はその人が私の,この働いている中では 最最初で最後で後したというわけで「Stay safe stay healthy」。